母の夢がいつの間にか自分の夢になった。そう語るのは株式会社鈴屋社長蟹江信之である。お母さんの名前は何て言うんですか。鈴江です。鈴木の鈴に江戸の江ですね。ちなみに弊社の鈴屋というのは、それそこから取られた。そうです、文字って。機械部品メーカーの経営者であった父と母が離婚、後継者として父の会社に入社した蟹江だが、この時妹と共に母についていくことを決める。小料理屋のようなお店をやりたい、それが母のささやかな夢だったのだ。そうして1999年4月、溝の口に居酒屋を開業する。それにしてもオーナー経営者である父の会社を当てにしたことはなかったのだろうか。もう一切私の方が財産放棄という形で、まあ自分の性格上もきっぱりしたいというところで、今思えばもったいないなと思うんですけども、でもそこを全て放棄したことによってやっぱ今の自分があると思ってますんで、そこはもう後悔してないところですね。逆にその時の財産が、まあそんなに多額な財産ではないかもしれないですけども、まあ4000万円っていうものがもしもらえたとしたら、多分今の自分はないと思うんですよね。目先の財産に頼らない覚悟、蟹江のその強さが鈴屋を繁盛店へと導いていく。2001年には鈴屋武蔵中原店をオープン。翌2002年には溝の口の鈴屋本店を50席に拡張。2006年には鈴屋自由が丘店を、2010年には新発想のイタリアン酒場キッチン鈴屋をオープン。どの店も売りは新鮮な魚と地元の野菜、豊富な酒の数だ。まず売り商品である魚と野菜に関しては私が毎日行ってます。魚介類は築地から二子新地の魚屋に届いたものを蟹江自らが選び出す。野菜は蟹江が恋にしている地元宮前区の農家から直接仕入れている。酒類で特に力を入れているのは魚や野菜に合う日本酒だ。で、まあ、蔵に行くのが好きなんで、まあ、全国各地の蔵をよく行くんですね。まあ、それは社員研修で年に1回、まあ、積み立てをしながら社員を引き連れて行ったりするのが、まあ、毎年2月なんですけども。全国各地のうまい酒とここでしか食べられない料理、やみつきになるファンも多いはずだ。急成長を遂げる鈴屋だが、今後のビジョンを聞いてみると、蟹江は若さに似合わぬ堅実な展望を聞かせてくれた。私としてはもう地道なそのところで計画として、じゃあ何年後にいくらいくら何店舗とかっていうところはよりも、やっぱりスタッフの巡り合わせによってその状況って変わってきて、価値観が共有できた時に出そうと思ってますんで。スタッフの充実こそが発展のキーだというのだ。ではどんなスタッフが望ましいのか、それを聞くと蟹江の顔に笑みが広がった。私としてはやっぱり商売人としてのまず精神を養うっていうところで、まあ仕入れしたりというか仕込みしたりしてる時に、やっぱりお客様のこと考えてクスクスってにやけるような、まあ私的には変態野郎って言ってるんですけども、変態野郎がうちの店に数多く育ってきた時に、いや、そんな変態が多くなってきたらもう1店舗出そうかとか、まあ、そういうようなところの方が、まあ、本来の、まあ、飲食店のあり方だったのかなって、まあ、そこっていうのはやっぱ本当にお客様を喜ばせるためっていうところを、まあ、本心からどう思えるかっていうような店作りに一夜したいというところ、まあ、そこは大事な思いとして常に思っていることなんで。そんな蟹江の思いを知ってか知らずか、今日も真面目に働くスタッフたち、若き経営者が次代の経営者を育てていく。蟹江に最終的な夢を聞いてみた。それは蟹江らしいといえば蟹江らしい、現実的で穏やかな夢だった。30年後、私の夢は飲食業という母体を母体としてずっと現部残しておきたいと思ってます。ただ30年後に今の店作りで体の体力が続くかといったらそうではないと思いますんで、母体とは切り離して自分の趣味でできるようなお店作りで、で家内と2人で、まあ、大将とおかみというようなお店でやっていきたいと。母の夢を自分の夢として形にした蟹江信之、強くて若いくせに頼りになって、
そして優しい。そんな経営者に率いられ、鈴屋はお客に喜んでいただくために自慢の料理と美味しいお酒を準備して今日も店を開ける。